8時からはいちごマイクラの大会イベントでございます。今回はいちごマイクラ鬼ごっこということで、どんなイベントになるのか、果たして今回はどうなるのか、ドキドキとワクワクの中イベントが始まっておりますが、順番を決めようと思います。どうしよう、どうしよう、死者だ、うらー、うらに2番ド S、 3番ブラックダイヤ、4番ドマトワ、5番怪盗キッズ。行こうぜ行こうぜ。こちらの会場は我々が動いているいちごマイクラサーバーを鬼ごっこ用に、なんとてるちゃん、あっちゃん、ちぐちゃんの3人が頑張ってくれました。ありがとう、ありがとうございます。今回はですね、鬼側は一発ワンパンできる超強強剣をもらえます。強強剣を持ってこの各地にあるダイヤブロックを守ってもらえます。光ってるやつだ、剣高く、はい、で逃げる側は6本の柱があるので、こちらにダイヤブロックがあるので、ここにイチゴピッケルを持ってあのダイヤブロックを壊しに行ってもらいます。なんと死んだら牢屋に捕まります。ここです、ここです。そしてですね、ここからじゃあどうやったら外に出れるんですかというと、ここのボタンを押してもらうと、アスレ会場に飛ばされ、アスレをクリアしたら復活できるという感じになっております。なるほど、そして復活したらもう一度ね、あのピッケルを持ってダイヤブロックを取りに行こうみたいな感じでございます。順位はですね、鬼チームが守ったダイヤの数が順位に反映されます。ただしですね、同じ数守っちゃった場合あるじゃないですか。そんな場合は右にある死んだ回数カウンターがありますね。死んだ回数が多い人がこちらに表示されるんですけれども、この数を足して1倍倒せてた方が勝ちになります。基本はダイヤブロックを守ろう、そしてダイヤブロックを取りに行こうなんだけど、キル数も一応順位に反映されるから、うん、さあどうしますかというのがね、各自チームの作戦になります。もしもキル数とダイヤ守った数が一緒だった場合は代表者に決闘してもらいます。そしてね、上にあります残り時間が、あの鬼チームが守れる時間ですので、しっかりね見ながらお願いします、うん、ではいいですか、いちごソードの贈呈をお願いします。じゃじゃーん、でかい、かっこいい、一回僕のこと倒してワンパンなの見せて、君の心に免じて。痛くないから、一撃だ、一撃や、死んだら右に死んだ回数抱えたりとかね、この捕まりましたっていうのも出ますので、皆さん死んだ回数もチェックお願いします。最初の走者はハッピーアニということで、最初の2ハッピーアニー、じゃあ頑張ります。皆さんじゃあチリジリにディスコをお願いいたします。頑張るぞ、絶対勝つぞ、よし、あれなんか僕僕のスキーなんか坊主になってんだけど。いや俺たちから見たら多分ちゃんとしてますよ。いやちょっとあんま しないできない、上手くなっちゃうからさ、あんまあれだから、あー確かにね、うん、序盤で正解、あーこっち、これ俺の画面だ、普通なんだけど、気合入りすぎだろ僕なんでこのためだけにツーブロにしてんだよマジでおもろいって、ちょっとこの日のために気合入れすぎて刈り染めたわ美容室行きたてみたいな感じちょっと短くすぎたり、千円カットでやらかした男、千円カットで絶対勝つ、わー牢屋に送り込んで、かかってこいよ、上のアスレも結構難しそうっすもんね。いやー来た、よし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 、あーちょっとさすがにこれ前出ざるを得ないんで、はい、オッケー、ナイスナイス、今のところ一緒に掘ってば、今のところ来た、あんまり意味ない、あーあーちょっと来てるぞ、いけるいけるいける、ま、真ん中の博物館のとこ行った、ちぐさん、あ、ちぐさくん真ん中のところ、アッキー来てるけどまだいけると思う、いけると思う、よっしゃ、逃げろ逃げろ逃げろ、逃げろ、ビジネスター来る、これあ来てない、まだ来てない、まだ来てない、オッケーオッケーオッケー、引きつけてほしい、なんなら死んでるの俺だけやん、まだね、まだね、アッキーが戦ってる、オッケーオッケーオッケー、ナイス、行きましょう、ナイス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 、やばい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 、ちぐちゃん、あの左と真ん中、はい、あぶねー、やばい、真ん中、マリミとか俺の手柄だぜ、やっぱリーヌが向かい始めてる、リーヌが来てきてる、いやこれギリ間に合うかも、いけるか、リーヌが今ね、池の中、池の中、僕も加勢する、池の中から今登ってきて、今崖の上、あとちょっとで、あとちょっとで、あとちょっとで、屋根、屋根来た、屋根来た、屋根来た、あぶねー、アッキーが狙ってきてるの、こっちは井戸前ですよ、
たとみくんやった。3個まではいけるけどさ、はいはい、それ以上がむずくない？むずい。いやまあ2マスブロックのとこにはまってしまい、そういうことね、折れないので出れないです。あー終わったな、それな。それ確かに終わったな。ちょっとあとはお願いします。あと3つなのかな。何個？気づいて。あと3つだね。あ、気づいてくれた。ありがとう。あと3分か。優しすぎる。 もしかしてそのためだけに。そのためだけに。優しいな。僕の命を使って気づいてもらった。え、待って、出れない、出れない、どうしようこれ。なになに、何があったんすか。え、そういう作戦これ。え、ちょっとちょっとそっち2つ任せていい。はめられた。やばい、ブロック壊せないから穴にはめられた。あ、そういうことか。大丈夫です、俺らに任せてください。やばい、結託してる。俺のこと一回殺しに来てくんない？セトミが惜しい。あ、殺しに行けばいいのか。待って、やばい、プリちゃんが真ん中ずっといるね。右奥やばい、右、あ、キーどこにいる。あ、オッケーオッケー、右奥行くわ。ちょっとリーダー殺しに行けないかもしれないです、これ。ちょっと、いや、アドベンチャーモードだからな、壊せないんだよな、これ。そうなんすよね。もう、プリちゃん、あ、キー真ん中来れないかな。登れない。真ん中今ね、バーチャーってね、なんとかね、稼いだ。あ、キーが来てる、あ、キー来てる。あ、キー上がった、あ、キー上がった。いや、守りたいが、俺が体だけでも。いやー、ダメだ。これ割れるぞ。マジ？いける？いける。誰も来てない。あっ、うん、いやー、死んだ。頼む、頼む。やる、やる、やったー。ナイスだ。くそー。ナイス、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 やった、やった、やった。神、神、これはでかい。これはでかい、マジで。あー、奪われた。しゃあない、これは。うっそー。どうしよう、どうしよう、どうしよう、これでも真ん中にアトくんと、もう負けてもいい。リードくんがそこにずっといるのが嫌だ、俺は。助けて。行く。敵にリードくんを助けに行く。リードくんどこですか。俺どうやって行くんですか、それ。リードくん、行き返ってください。こんにちは、師匠。こんにちは。こんにちは。絶対コロンだけは倒せ、絶対。絶対や。ほら、絶対。仕掛けられて、俺1分くらい幽閉されてたんだよ。マジかよ、おもろすぎるだろ。さあ、殺すか。いや、始まったな。待って、俺たちが全部ダイヤ壊すから、まずは。あ、確かに確かに確かに。諦めてない。頑張ろうぜ、頑張ろうな。頑張ります。頑張ろうぜ、全部のダイヤ壊そうぜ。お前好きじゃねえかよ。ハッピーアニウィン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 。行きます、スタート。よっしゃ、行くぜ。壊せないか、壊せないか。いや、見れる人誰もいないんだよな。やばい、来てる、マジかよ。いないはず。よし、絶対いける、絶対絶対いける。お願い、いけるかも。あ、そまち、今行ってる、今行ってる。いけたー。ナイスナイスナイス。オッケー。このプレイいいな、今の。いや、大丈夫だよ、そまち行って、そこに俺倒されるね。届かない。いざー。お、いける。これ、イケボおじそうてだ。気持ちよってもね、上にシュンくんが待機してる。あー、シュン来てる、やばい。出とく、逃げて。ダメだー、くー、すえーなー、守られちゃう。みんな初心者、みんな汗で楽しんでる。みんな初心者来た。初心者来た。あー、4つだね。4つあるわ、これまずいぞ、マジ負けるぞ。ういー、これ3回死んでもいいのか、大丈夫。何回でも死んでいいんだよ、これ。ういー、ういー、ナイス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 。4個は、4個このまま、あれ、うん、4個はクソ強では。4個残しちゃおうぜ。多分ね、表にいる人数も少ないから、多分なお狙われるな。うん、こっちから登れるやん。よし、え、これワンチャン俺意表つけるかも。俺多分ね、バレてない、このブラックデイビルのとこ入ってるの。僕、さとみくんの視点にずっと映り込んどく。オッケーオッケーオッケー。今追われてる、今追われてる。オッケーオッケーオッケー。今行く、今行く。あー、オッケーオッケー、追われてる追われてる。ナイスナイスナイス。今一応掘ってる。もうしゃがみながら掘ってる。いけるいけるいける。さとみくん今行ってる。今はしご。大丈夫かな。頑張って。無理かー。あ、諦めた。え、行けたやん、行けたやん。30秒になります。プリちゃんの身代わりになったけど、どうだろう。オッケー、復活した。できるかな。強い、めっちゃ。これ強いぞ、俺たち。
え、奪われた。え、どこ。いや、そこか、マジか。よーっ、ブレッキー、ナイス。作戦成功だ、身代わりの術。締めの締めのアタックはやられたな。いやー、それか、最後プリちゃんのやばかったな、最後。マジナイスだった。マジでプリちゃん、どうやったの、あれ。いや、ちょっとこれ内緒で。絶対に勝ちましょう。落ち着いて喋れば声は枯れない。声が枯れたとしてもお願いします。声が枯れても僕は戦う。ふルート君がどっか行ったら教えてもらえます。ルート君こっち来た。あ、ナイス。じゃあ俺多分今ケッチャー持ってるんで。取れそう、取れそう、頑張ろう。俺行けます多分これ。うわー、来た来た。おい、マジチェ俺の来たー。よーし、ナイス、ナイス、俺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 、ごめん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 、ナイス。え、あー、あれか、ウンカハウスか。うん、オッケーオッケー、任せます。プリちゃんの上も今一人いた。誰か。大丈夫大丈夫、逃げて逃げて。ルート君待て。今んとこまだ5っすね。いや、かわせられた。そろそろブラックダイビルちょっと見てみるか。やばい、ごめんなさい、ごめんなさい。俺一旦手前見れてるから。真ん中相馬くんいるから気をつけて。オッケーオッケー。俺今日アスレチッククリアできねえ。近道は遠回り、急ぐことに足を取られて結局遅くなってしまう。そんな言葉が昔にあった通り、やっぱここが一番いいんです。つまりどういうことだ。やばい、さとみくん真ん中にいて、ちょっとさとみくんやってほしいんですけど、あのブラックダイヤビルに今コロンくんが裏手から入ろうとしてるんで、それちょっとやってきます。ちょっと待って、僕が隠れていくわ。見つからないように。確かに見つからないように。これね、多分ね、いないと思わせて引きつけてる方がいいのか。これ2人、これ俺とあとちょっと同時に行こう。これもう1人死ぬ勢いで行こう。これてるくんは無理に追わない、なぜなら復活も早いから。オッケーオッケー。あ、待って、そっち側やっててくれたらワンチャンここあるな。あ、さとみくんいけそう。やったわこれ。いけるいけるいける。お願い、身代わりになれ。ブラックダイヤビル、待って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 、決まりやった。なんで、危ねえ。ちょっとこれやばい、やばい、いった、やったやったやった。でかい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 、これ。え、待って、どこ。あー、手前ラフスカンだ。俺今2カ所行ってたんで。そうだよね、無理でしたね。うまいね、なんか戦略がね。そうっすね。あ、待って待って、4個あんのか。え、よくあるね。うわ、ちょっと待って、この偏り方無理、きつすぎ。いや、いける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 。行くしかないな、でもやんないと結局ダメなのもんな。これなんか4つ同時に攻めればいけるんだよな、マジで。まあ、それはそう。キル稼ぎに行ってくるね、ちょっと。逃げるな、さとみ。戦え。ちゃん強いわ。よし、倒した。バー君発見。置いてた。ナイスナイス。オッケー、真ん中なった君倒します。テル君ちょっと倒すといった。はい、オッケーオッケー、2人倒した。てるから今シュンコンかけてる。倒した倒した倒した。じゃあコロンくんも来てる。あ、おじ、あー、ルート君か。あ、これいけるマジで。え、ケチャ何にも素手だったよ多分。おい、ケチャ頑張れ。来てる、ルート君来てる。見よ見よ、やばいやばい、ちょっと待って。あケチャ死んだ。あ、おじ、あー、ルート君か。あ、おじ、あー、ルート君か。いや、いけるか。ビルもいない、ビルもいない。いけるか。2、いける、1。おい、走った。ナイス。いや、これマジ3番目でよかったかも。暫定1位でした。おめでとう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 。師匠、ちなみにスキンは治りました。治らないと上げてんの。僕実はあの坊主のままです。坊主になったっていう。師匠の、師匠僕の配信だけなんかスキンヘッドになってんだよね、僕。絶対いける絶対いける。どうも、どうも、トマミー。トマトマミー、いけるぞ。張り染めたからな、僕は。アリサメです。どうもこんにちは。ダイヤ4つ絶対に守れる方法ちょっと分かったかもしれないから、後でそれ話して試してみよう。スタートスタート。キョイーってウッチョです。ウッチョです。博物館行ってる。あ、登ってるな。ちょっと待って。あ、いいよ。あ、じゃあサトミ君だ。オッケー、やった。いいよ。あの、あっちゃん、博物館、博物館。戻ります戻ります戻ります。これどこどこだ、これ。うんこ。あ、うんうんちうんちうんち。まずね、バウがね、上やってる。来てるのか、これ来てるね。いけるわ、これ。いける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 。あ、ダメだ。コロちゃん来た、コロちゃん来た。あ、危ねえ。はい、神プレイヤー来た、壊しました。ナイス、テルちゃん、ナイス。そば逃げろ、そば逃げろ。オッケー、真ん中行ってる、真ん中行ってる。真ん中多分しゃがんでやってる、これ。見えないから。ダメだー、くっそー。待って、し、やばいかも、スタックした。え、なに、どういうこと。なんだここ、出れなくなっちゃった。やばい、挟まれた。あ、これやばい、俺んとこやばい、誰も守れない。これどうすればいいんだろう。どういうこと。僕が3つ守ればいいってことやろ。ごめん、引きつけてる。よしよしよし。
あ、待ってこれいったこれいったぞ多分。いける？どう？待って俺今マジで忍者してる。謎なんだけど。間に合う。よっしゃー！ナイスー！よし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 。あー任せろ任せろ。ああごめん。行かれた。僕が生き物王子を。ナイスナイス。それめっちゃナイス。登ってるふりする。でうわやばい登って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 僕に視点を誘導して。おりあダメだ植えちゃった植えちゃった植えちゃった。生きてます？さすがに騙されなかった。あー無理か。くえ。いや広場のリーダーバカにしやがってバカにしやがってまだあと1回いけるいやアセチック見せる配信みたいなのあったっていうかやばいやばい大丈夫ちょっと待ってま、マツタ君いなくないさっきからあいつ多分ブラックビル守ってんのかななんだここ出れなくなっちゃったマヒト君ずっと俺のことなんかおちょくってくるから一回殺すかと思って殺し行ったら挟まられて最悪だこれまあしゃあないしゃあないしゃあないあそういうことがスタックするってそうスタックってかそもそも出れないってことねいやそうそもそも出れないビルにいるよいや俺もうハマってるからもう殺してもらわないと無理だいやなんでだよなんでお前らコロ君これ殺してほしいですちょっと待ってちょっと待ってあっ OK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 
分かったでしょ、あと言いたいこと。あ、そうそうそう、そういうことねっていう。うわー、じゃあ待ってね、来てるけどあと何秒だろう。あと3秒後に多分やられると思う。いきます。ナイス、天才チゲさん、チゲさん、おーごめん、何やってた。ごめん、やったわもう。これマジでマジでやってるわこれ。うそありがとうね、ありがとう、チグさん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 、あの、なぜかわからないんですけど、マジ違う、俺引っかかったとか言ってやってるところに、あっちゃんがわかんない、え、本当にとか言って、あっちゃんも引っかかったみたいな、そんな、そんなきゃいけない、そんなあれがあったんだ。最後はわー、大対決、なんか圧あるな。来たぞ俺たちのターンが。もう深追いしなくていいから、もうダイヤだけを見つめて、ダイヤを破壊してるところも動かずにこうやって一生懸命振っといて。わかった、任せてほしい。オッケー、行くぞ、気持ち入れてこい、勝つぞ、帰ってけ、帰ってけ、ツビン、帰ってけ、ツビン、来たぞ、スタート。先いないと思わせといて。大丈夫大丈夫、来てない来てない、いける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 、あれあれあれ、ナメプいない。お、ナイスナイス、しかもここもいける。あれ俺も壊した、2個一気にいったぞ。あれブラックダイめっちゃケチャ待ってるやん。ケチャくんガン待ちなんだけど、してるガン待ち、もうみんなにガン待ちだわ。あ、シュンそこにらみこして、シュンにらみこして、にらみこして、にらみこして、シュン、ソーマハウス、ソーマハウス壊します、ソーマハウス壊します。来た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 、バオ来た、これ間に合わないよ、オッケー、シュンシュンシュン、シュン頼む、ずっとオッケー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 。サトミくん何でバレたんよ、サトミくん、サトミくん、掘ってるって、サトミくん掘ってるって、おい、なんで気づかないの、ねえ、ねえ何してんの、なんでケチャくん気づいてないの、サトミくんに。かわいい。これもケチャくんはブラックダイヤビルに貼り付けにされる刑にされてる。多分先週のあの第2層でめちゃくちゃ遅かった罪。草むらにぶち込むか、ケチャを。ケチャを草むらにぶち込むしかないかもこれ。もう逆にケチャのとこから取りたい、ケチャのとこから取りたい、これ惑わされないで、ケチャくん。オッケーオッケー、惑わされないよ、僕あプレッシャーやべえこれ。よし頑張ろう。ナイスナイスナイス、オッケー挟もう、ナイス、ね、ケチャくんもナイスよ。いていて、なんだ、いて、殴られたわ、いて、ケチャもうワンちゃんやんそれ。密通になってるからみんなとつってこないんだ。なるほどね、ガチでいきます。アキ頑張れ頑張れ、はぁアキが落下するところだけ見えちゃったわ。えぇーコロちゃん、いや終了終了、ナイスナイスナイス、でも良かったんじゃないか。ケチャップおもろすぎるだろあれ。なんでなんでなんで、2個やったら絶対両方なくなっちゃう。マジで月の首は見えたんだけど。表彰式を行います。最下位、くしくも勝利よりも友情を取った5位がハッピアニー。第4位、彼らも友情がありました。おい、下の方が友情ある感じ出すな。4位はドマトワです。
それでは次ダイヤの数がね同じだったチームが2チームあります。守ったダイヤが3個だったチーム、ド S と怪盗キッズなのですが、キル数が多かった方が勝利となります。筋肉がすごかったチームはどちらなのか。2位はあ、怖い、ド S チームです。怪盗キッズがキル数30、そしてド S が34ということで僅差だなということで、1位ブラックダイヤー、おめでとう、ちなみにですね、ブラックダイヤはキル数36でした、はい、しかし、なんとですね、一番殺戮したチームは、ここは僕が守る、ドマトワレス、なんとやるね、そして一番心が優しかったチームは、怪盗キッズです。まあ、盗みに殺しはいらないからな。ということで、1位がブラックダイヤ、2位がド S、 3位怪盗キッズ、4位ドマトは、5位ハッピアニの結果となりました。それでは皆さん、いちごチェストの中に商品が入っておりますので、50個馬手に入れました。50個馬、俺たち初めての10個じゃん。やったそれ、な、何書いてあったのそれ結局。わかるわかる、なんだ、みんなよ読ませていただきます。最下位チームへ。最下位取っちゃったの、ダイヤもらえないの、かわいそうだね、プープープこれ誰書いた、それ誰書いたんだ、それ誰書いたの、それ誰かの、じゃあ誰か当てよ、誰書いたの、誰か当てよ、誰書いたんだろうな、それ正直にリーヌっぽいからね。運営からのとってもビッグなお知らせがあります。なんと本日からいちごの王子商店が開店しました。こちらへどうぞ。何が入ってるか、何これ、すっげーアイテムがこちらで売っております。こちらなんといちごダイヤで交換できる超最強のアイテム。ちなみにこちらのね、最強のアイテムたちはあっちゃんが作ってくれました。ありがとうありがとう。そしてこちらがですね、便利商品ということで、皆さん困ってませんでしか、名札困ってないなとかね、結構めっちゃすごい。え、待って、プシの塔でもあんじゃん。こちらで買えるようになっております。頭もですね、エメラルドで買えるようになっておりますので、すげーすげー、エメラルドっていいな。アッキーのやつ誰が買うねんこれ。そしてですね、こちらはですね、これすごいな、建築商品ということで、建築楽しみたい方はここでなんとクォーツブロックと買えるようになっておりますので、うわめっちゃいい。ちなみにですね、欲しいものがありましたらこちらに書いていただければ、もしかしたら入荷するかもしれないので、皆さん、あっつあれどっちがアッキーか分かる、どっちがアッキー分かる、こっちこっち、あれがみんな守るんだ。ちなみにちなみにちなみに、どうやらここに裏口があるらしいです。みんな言ってねえ、詰まってる、水溝みたいになってる、排水溝みたいな、何があんの、皆さん情報屋がいます、ここには。なんとここではですね、闇取引が行われております。ダイヤでいろんな闇の情報を変えることができます。なるほど、何度の話だけでもあるんだけど、え、マジで月収もありますよ。ぜひね、欲しかったらダイヤで買ってみてください。すごいな。ということで開店しましたので、皆さんぜひごひいきにお願いします。すげー、お願いします。素晴らしい、素敵ですね。ちなみにここは頑張ってスタッフゴッドドッグさんが作ったらしいです。おー、ありがとうございます。ありがとう、リヌ君ありがとう。おい、あれ、ありがとう。いや、いっぱいあるな。ということで、はいはい、こちらもね、いろんな商品入荷するのでお楽しみに待っていてください。はい、やば、自分のへそくりで普通に買っちゃった。やば、まず1回俺が鉄の鶴橋で1回掘るわ。じゃあ、普通にします。何秒何秒、これくらい、そうね、そうね、せーの、おい、やばーやばー。じゃあ最後にみんなに、みんなでおついちごだけしましょう。はい、おついちご、ありがとう。
いちごピッケル。ドン。できた。うわ。うわ。かわいい。うわ。いきまーす。せーの。おー。すごい。いや、それで…あ、ダイヤモンドあった、おお、ナイス。あ、ちょっと買ってみようかな、秘密の本リーヌも買ってみよう。リーヌからの愛の言葉。おっ、おう、ヤッホー、終わってる。里見の月収も見たいな、ちょっとこれも買ってみよう。気になる。ハート終わってる。いやでも、あの俺のやつはマジでちゃんとやってますよ。プリッツの心っていう本なんですけど、買ってみた、うん、プリッツの心。リヌ君残る、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 どこどこどこ、どうなってるのこれ。あ、そうだよこれ。ブラックダイヤへ、8月1日から8月5日までの切り抜きキャンペーンということでね、リスナーのみんなが切り抜いてくれた分だけ、うん、ダイヤがもらえるというね、この切り抜きキャンペーンですよ。ダイヤがこんなにももらえました。わーい、やっさあ、みんなのおかげや。みんな切り抜きのおかげだよ。みんな切り抜きしてくれてありがとう。ありがとう。大切にしようね。ブラックダイヤ職場体験、時給ダイヤ10個、アットホームな職場。今日のいちごマイクラ大会鬼ごっこ優勝ありがとうございました。たくさんのあざした、あざした、ありがとう。お前のおかげでなんと1になることができて、そのいちごダイヤでこのピッケルも買うことができました。今ひとくんもブリッツくんもありがとう、いっぱい付き合ってくれた。ブラックエンドもいっぱい聞いて、いっぱい切り抜きとかでも使ってんね。ということで、たくさんの応援ありがとうございました、はい、それではせーの、おつだいやー、バイバーイ、ありがとうバイバーイ。ひとくん本当にありがとう、お疲れ様。じゃあみんなでさ、だるまさん転んだしようよ。今やりましょうよ。やりますか。緊急企画来た。お願いします。じゃあルート君、ここで待ってるね。動いた人この剣で切ってね。じゃあ1ミリでも動いたら命はないと思ってね。わかりました。はーい、はーい、はーい。だるまさんが転んだ。おお、だるまさんが転んだ。あ、おお、これ、ちょっと待って、ごめん、あのめちゃめちゃに動いてる人がいます、ここに。どこにいるの？めちゃくちゃ動いてない。めちゃくちゃ動いてない。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 